油断するなよ。気引き締めていこうぜ。なんとか城にたどり着けたのはいいけどよ。お偉方はこれからどうするつもりなんだか。この城はこれからの戦の拠点になる場所だから、押さえておかねえとってところだろう。副長。斎藤、どうした？報告があります。新政府軍の部隊が城の目前まで来ています。なんだと？くそ、奴ら予想以上に早かったな。押しちゃいられねえ。土方さん、すぐ出撃の命令を出してくれ。せっかく押さえた城を落とされるわけにはいかねえだろう。ああ、みんな出撃の準備だ。俺が原田佐之助と知っててかかってくる。よっ、避けてみろ。あれ、相手してやる。佐野さん、俺も行くよ。平助、どうだ、起きちまったのか。昼間はつれえんだか。無理しないで寝てろって。よっ、よし、みなぎってきたぜ。受けてみろ。あれ、すげえね。こんな場面でのんきに居眠りするほど。よっ、よけてみろ。鈍ってねえよ。あれ、よっ、よけてみろ。あれ、よっしゃ、どんどん行くぜ。ほら、よっと。あれ、よっ、よけてみろ。あれ、よっ、よけてみろ。あれ、俺だってこれ以上お答えよけてみろ。あれ、よっ、避けてみろ。あれ、よっ、避けてみろ。あれ、よっ、よし、みなぎってきたぜ。よっ、避けてみろ。あれ、避けてみろ。あれ、よっ、避けてみろ。あれ、よっ、避けてみろ。よっ、よっ、避けてみろ。あれ、よっ、避けてみろ。あれ、よっ、よっ、避けてみろ。あれ、避けてみろ。あれ、よっ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 、避けてみろ。あれ、すっげえもんお見舞いしてやるよ。どうだ、参ったか。よっ、よっしゃ、どんどん行くぜ。
よっしゃ、どんどん行くぜ。観念しな。お前に逃げ場はねえ。逃げるつもりなど毛頭ありません。それに逃げ場がないのは君も同じことでしょ。たった一人で挑んでくるなど少々無謀かと。別に一人で馬鹿正直に突っ込んできたわけじゃねえよ。組の奴らもいる。ただてめえだけは俺がやる。仲間と共に私を囲まなくてよいのですか。俺たち新選組は正々堂々な正義を掲げてるわけじゃねえ。確かに相手に勝つためには手段を選ばねえ時もある。だがてめえと切り合うには他の大使たちじゃ荷が重いみてえな。確かに偽善めいた正義を掲げる方ではないようです。無粋な問いかけでしたね。それではお相手いたします。よけてみろ。くそ、よけてみろ。くそ、おれ、よけてみろ。くそ、おれ、避けてみろ。おれ、避けてみろ。おれ、おれ。避けてみろ。おれ、おら、やった。おれ、よっしゃ、どんどん行くぜ。避けてみろ。おれ、避けてみろ。よっしゃ、どんどん行くぜ。さーて、帰ってうめえ酒でも飲もうや。新選組は折れぬ刀をお持ちなの。そんな大層なもんじゃねえよ。共に戦う仲間と守りてえ女がいる。男が刀を持つ理由なんざそれで十分だ。そうですね。おお、やっぱ佐野さんか。よかった、生きてたんだな。はあ、俺がいつくたばったって？いや、途中ではぐれちまうし、鉄の弾はそこら中飛び交ってるし、俺でもさすがに肝が冷えたよ。そうだな、今回の戦場にはすごい数の鉄砲を持ち込んできやがったからな。お互いよく命が持ったよな。だな。まあこれで終わりじゃねえし、気は抜けねえな。まあまあ、今日は勝ったんだからいいじゃん。新発さんたちと合流しようぜ。